東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか J1 <music> リーグは8日 1> 第1ステージ第11節を各地で行った豊田スタジアムでは名古屋グランパスとヴィッセル神戸が対戦し1-0で神戸が勝利今季2度目の2連勝を飾った序盤は前半4分に右クロスから相手に倒されながらもミッドフィルダー泉隆二が右足でこの試合のファーストシュートを放つなど名古屋が積極的な入りを見せたしかし先制したのは神戸だった 同11分、ミッドフィルダー藤田尚行ミニコーナーキックからニアに飛び込んだフォワードレアンドロがヘッドでゴール左隅に決め、スコアを動かした。反撃に出るホーム名古屋。前半24分、フォワードシモビッチがダイレクトで前方へ流したボールを泉が反応し、右足シュートを放つもゴール上に外れる。同42分には左サイドからのクロスを、ファーサイドのミッドフィルダー小林翔太がフリーでヘディングシュートを放つ。 決まったかと思われたがカバーに入ったディフェンダー岩波拓也にライン上でクリアされ前半のうちに追いつくことはできなかった先制した神戸にアクシデント発生先制点を挙げたレアンドロが右足の太もも裏を押さえて倒れ込み前半アディショナルタイムにミッドフィルダー増す山朝日との交代を余儀なくされた後半も思うような攻撃の形を作れないでいると後半12分にミッドフィルダー永井健介の狙いすましたシュートがゴールミニスミを捉えるも ゴールキーパーキム・スンギュが右手一本のファインセーブでチームを救う流れは名古屋にあるがなかなかゴールネットを揺らすことができない後半24分にはシモビッチに代えてフォワード川又健吾を投入同34分にミッドフィルダー田口大使のミニコーナーキックから川又がヘッドで合わせるもわずかに左に外れ最後まで得点を奪うことはできなかった神戸は J2 リーグを戦った2013年を挟んでリーグ戦における名古屋戦は11連敗中だったしかしレアンドロの先制点を守り抜き1の0で勝利2007年9月22日の J1 第26節以来3151日ぶりに名古屋から白星を奪った